ヒデさんのどうです、田島様からですね、また新しい商品が出ますんでご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、私の2ヶ月ほど前のですね、田島フルハーネスこうやって選びましょうっていう動画見ていただきましたでしょうか。あれのですね、ちょっと引き続き版ということになりますんで、ですね、まあ、とにかく今回こういう新しい商品が出たんですけれども、まあ、その田島さんの、カタログとか見ますと、フルハーネスのページだったり、その、胴当ての、安全帯、今安全帯って言わないんですけどね、墜落静止用器具とかっていう名前なんですけれども、まあ、とにかくね、こんないっぱいあるんかいっていう状態、ね、わけわかんない。でも、よく見ると簡単ですよっていうのが前回の僕の動画の内容でした。はい。で、そんな説明をしていたんですけれども、今回ですね、アイテムが追加されました。1月8日、今日ですね、情報が解禁ということになってます。田島さん、いち早く、僕のところに、情報いただきまして、ありがとうございます。はい。じゃあ、そんなわけでですね、そろそろ覚えきれなくなってきたかなっていう感じなんですけれども、はい。順に解説していきますので、よろしくお願いします。はい。ちょっと写真貼りながら行きましょう。ですね、まず、これ、まず、ロープですね。こう、ミョンっていう、このロープの部分。ここが3種類です。巻き取りタイプ、リールタイプのもの。あとは、蛇腹タイプのもの。あと、平綱タイプのもの。フックの部分、このフックの部分ですね。このフックの部分が、アルミ、一番軽いぜ。L6 フック。あとは、寄り戻し付きですね。ここがですね、こうやってフリーになる寄り戻し付きの、スチール、鉄ですね。ちょっと重たいんですけれども、L2 フック。あとは、寄り戻しなしの、まさにこのタイプですね。この L1 フックっていうこの3種類あります。それに加えて、こう背中から釣った時に、フックが1個だけのシングルタイプなのか、両方から振る、ダブルタイプのものかということで、あります。というわけで、これが、いろんなこう組み合わせになるんで、ものすごくあるように見えるんですけれども、まあ、一つ一つですね、細かいパーツで見ていくと、ああ、なるほどねっていう感じになるっていうのが前回の僕がやった動画の内容でした。はい。じゃあ、というわけで、今回ですね、この商品に何が加わったんだってことなんですけれども、L8 フック。今、1と2と6があったんですけど、今度はまたさらに進化しちゃいました。L8 フックっていうのが出ました。L6 フックもアルミなんだけども、それよりもですね、ここの部分がちょっとこう短くなったんですよね。それでこう非常に軽く使えるってことで、むちゃくちゃ軽いんですけれども、L2 のスチールフックと比べて、L2 のスチールフックっていうのが 510g なんですけれども、今回この新しいフックっていうのが 275g、激軽でございます。ついさっきちょうどですね、ハーネス見たいんだけどってお客様が来てくださって、ちょうど今、新しくなりますよ。っていうことで、ちょっとご接客させていただいたんですけれども、これ、さっき、今、触ってもらったらですね、なんじゃこりゃと。とんでもなく軽いぞと。俺のと全然違うわ、とかって言ってたんですけれども、それぐらい、非常に軽いフックになってます。はい。というわけで、今回、この L8 フックっていうのが出ちゃったから、それがまた、ロープの蛇腹とかリールとかの組み合わせ、あとはシングルなのかダブルなのかっていう組み合わせにまたね、こう掛け算のように組み合わされていくんで、まあものすごい数になっていくなという感じになります。はい。じゃあこれが、まず今フックが追加されましたって話。で、続きまして、ですね、今回新しいのが、これですね。今度またこのリールが新しいのはね、出ちゃったんですよ。これリール。もともとリールあったんですね。巻き取り式あったんですけれども、これ何が変わったかっていうと、こうなんですけど、わかります?まあ昔からあるやつですね。このロック式、ロック機能付きってやつが出ました。シートベルトみたいに、ロックが付いてるものになるんですけれども、これ何がいいかっていうと、まあうっかり、じゃあ高所から落ちました。今までのリールタイプのものっていうのは、わーって落ちてって、最後、ビーンって伸びたところで、止まった。でもこの、シートとベルトタイプになると、うわーって落ちた時に、もうここでロックするんで、うまくいったらもうこのまま落ちないで済むかもしれないってやつですね。これが、ついたものが、入りました。というわけで、これも、じゃあダブルだし、シングルだ、なんとかだって言って、フックとかの組み合わせがあって、種類数がまた増えてしまったんですけれども。はい、そんなわけですね。はい。じゃあ、そして最後ですね。最後の商品の紹介になります。5メートル未満の高所作業でしたら、フルハーネス型じゃなくて、
ちょっと今わざとこんな位置にしてるんですけれども、このドーベルトタイプ、5メートル未満だったらこのドーベルトタイプでも OK なんですけれども、じゃあこのドーベルトタイプに、新商品の追加ですね、今まさにこれ私がしてるやつがそうなんですけれども、元々あったのがですね、まあ、ちょっと今これまた別のものを持ってきちゃったんですけど、1月2日から新企画にしなくちゃいけないんですけれども、新企画って何が変わったのっていうと、この腰からこうやってこう下がってる時に、これわかります？このショックアブソーバーっていうのが入ってる。これなんですけど、これがね、ものすごくごつくなったんですよ。で、これっていうのは何かっていうと、この人が、わーって落ちちゃって、ビーンってなった時に、今度この中にですね、折りたたまってるんですよ。このまたロープが。それが、ここがビリビリビリってちぎれて、ここからまたロープがビロビロビロって出てきて、こうビヨーンってこう助けてくれるっていうものがここに入ってるんですけれども、これがその墜落制止用器具っていう新しい、機構になってすごくでかくなったんですね。要はこうしないと人間を守れないぞってことでこんななっちゃったんですけれども、まあ、これが邪魔だということですね。じゃあ、今こうやって下げてて、その新規格のやつだと、ここにその邪魔なやつがボーンってついててのロープになってたんです。どうしましょうって考えた新商品が、こちらですね。これ、ここ上がります？これ。これ、超でかい、なんかスケールの塊みたいのがここについてるんですけど、要は、ここに新しい機構を入れました。だからここにこうやって折りたたまってるんですよ。ショックアブソーバーが。だから、ここの、長さっていうんですか、この長さをすごく短くすることができた。ただ、この高さがちょっと邪魔になったんですね。なので、ここはだからお客様に、二択させるような感じですよね。ショックアブソーバー、このちょっとこの長さで行くか、こっちの高さで行くか選んでねっていうものが今回出ました。で、この今回新しく今日出たやつっていうのは、下手くそですね。すいません。ここに、吸止フックをつけられる、ついてる状態になってますね。だからこうやって使った後は、ここに、シュッと入れられるようなこのフックがついてます。はい、じゃあこの新商品なんですけれども、ちょっとカタログのページ見ていただくと、従来品との比較で12センチベルトスペースを確保っていうのがあったんですけれども、この新規格品のですね、このリールタイプのものっていうのはなかったんで、その旧従来品っていうものと比べてるんですけれども、リールタイプのこの新しいやつですね、これの、従来品、旧規格品っていうのは、ショックアブソーバーどこに入れんべって感じだったんですけども、ここにあったんですね。だから、このワイドがものすごい長いものをここにガシャってくっつけてたんです。ただ、今回は、縦ベルトなんで、ここに入れたじゃないですか。だから、まあ、腰袋とかいっぱいつける。なるとか、この幅を狭くしたいっていうのを叶えた。これしかワイド使ってないですからね。っていう商品が出ました。どうですか？いいでしょ？っていう商品になりますね。はい、このリール、こんなに小さいのに、ロック付き？ロック式か。にしたのがすごいなって感じですね。ほんとちっちゃいんですよ。今までこの大きさだと、だいたいこう、みょーんって伸びるタイプだったんですけど、まあ、この中に機構を入れてきたってことですね。すごいですね。はい。というわけでですね、今回この発売する商品、1月8日、今日発売ですね。というわけなんで、お店に1月8日に並ぶわけじゃないんですよ、こういうのって。1月8日に田島さんから出荷されるんですね。なので、早い店だと明日からですね、1月9日から並ぶっていう形になるようでございます。ですね、はい。じゃあ、そんなわけで、早い店、もしよかったら寄ってみてですね、見ていただくのはいいのかなと思います。数が非常に少ないみたいなんで、割り当ても難しいんですけどね。はい。じゃあ、そんなわけで、どうでしょうか。はい。続きましてですね、最後、田島さんからのお知らせ。フルハーネスの、こう、着るやつありますよね。サイズ表記、非常にわかりやすくなりました。はい。ですね、もともとは S サイズ。155から165センチの身長。M サイズ、165から175。L サイズ、175から185。あとはですね、サスペンダーの方のページで体重とかのこう、ね、俺体重と身長の噛み合わせたのは、このサイズがいいよ、みたいなですね、こう、表はあったんだけど、まあ、わかりづらい。で、これなんかですね、どうしてもみんな大きいの買っちゃうんですよ。大きいの買った後に大きすぎたから返品したいんだけどっていうのが、むちゃくちゃ多かったんですね。特に多いのが、
L サイズ、間違えて L サイズ買って M サイズにする人が超多いです。はい。で、ちょっとですね、この僕の今この喋りが L サイズの方に失礼に聞こえてしまったらちょっと申し訳ないんですけれども、 L サイズの方、僕がこう接客する中でほとんどいない、おりません。だいたい皆さん M ですね、 M サイズです。明らかにですね、お客様背高いですねっていう方とか、あとはちょっとお腹がなとかっていう、その体格のいい方っていうのは、まあ、L になるんですけれども、ほとんどの方 M サイズですね。ちょっと私試しに今 M サイズ着るんで見てみてください。はい、見えますかね、見えますか、見えますか、見えますか。はい、特に今下手な調整とかしてなくて、もっとギューって絞ればいいんですけど、これ今私着てるの M サイズなんですけど、これ超ブッカブカじゃないですか。これ私今167、60キロですね。ブカブカ、もっと絞ってもいいんだけど、絞ったらこういうビロビロがもっとビロンビロンになると思うんですけど、こんな感じなんですよ。だから僕は S サイズなわけですよ。なのでちょっと参考にしてみてください。僕の体格は S サイズですね。はい、というわけでですね、皆様多分自分が持ってるのよりもワンサイズ下のものを選ぶべきかなと思われます。はい、で、ちょっとね、この前半の話が長かったんですけれども、田島さんの表記分かりやすくなったよっていうことについてなんですけれども、こう立っていただいて、これ今これドーベルト巻くじゃないですか。このドーベルトの位置からスケールだと、難しいんだけど、こうやってこういうふうに肩を通して、このお尻のところのこのベルトまで、ここの距離を測ってください。ここが、今ちなみにですね、僕が測ったら104センチだったんですよ。104センチ。で、ここに田島さんの分かりやすい表記、はい。分かります?肩ベルトの長さ、95から105センチの方は S サイズを着ましょうって書いてあるんですけれども、まさにここに当たるわけですね。なので、正しいじゃないかってなるんですけれども、なので今、どこのお店も、なかなかフルハーネスっていうものが入っておらず、しかも試着できる店なんか少ないと思うんです。で、特に今僕の YouTube を見てくださってる方っていうのは、遠方の方が多いんで、なかなか着る機会もないでしょうから、ぜひともですね、ちょっと立ってみて、このベルト、この肩を通したこのベルトの長さっていうのを測って、自分に合ったですね、サイズを見ていただくのはいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあそんな感じになりますね。今日のこの紹介した商品っていうのは、今日発売っていうこともあって、物が全然、手元にないし、数もどうやら入ってきません。これ全国の店共通だそうです。特に優先していただいて、うちの方には入るんですけれども、それでも数が少ないということで、現在オンラインストアには残念ながら並べておりません。というわけで、ね、いつもおしゃべりしてます。備考欄のところに、LINE アットお友達登録っていうのがありますんで、ぜひともそちらご利用ください。どうしてもあそこで紹介してあれが欲しいんだけど、ちょうだいよっていうお声かけさせていただいたらですね、店舗の方、問屋さんの方、お調べして、順にご販売させていただこうかなと考えております。はい。以上、お付き合いありがとうございました。こんな感じですね。はい、じゃあ今日は1月、一発目のこの田島さんのホットニュースですね、新しいこのフックだとかリールだとかが出ました。覚えられるかなって感じだったんですけれども、はい、頑張って勉強しました。ぜひともよろしくお願いいたします。